清水愛清水愛は、日本の声優、歌手、舞台女優、プロレスラー。東京都大田区出身。主な出演作では、お願いツインズの小野寺カレン、ディアーズのレン、マイヒメのビブクロ MR メルヘブンのスノー、鍵美ビメ物語 A 久アリスリン部局のアリス川アリス、ストロベリーパニックの、両水玉青、ジュエルペットシリーズのサンゴ、星空へかかる橋の神本園、K。 ワルキューレ・ロマンツェの木先ビザクラ、グリザヤシリーズの小峰美雪など。もともとは、声優志望ではなかったが、引っ込み事案で人見知りな性格を直し、もっと社交的になりたいと思い、まずは声をはっきり出すために、声優の勉強をすることにした。専門学校で授業を受けるうちに表現をすることが、楽しくなり、その後声優デビューを果たした。在学中に講師である、 神谷明の番組のアシスタントオーディションに合格し、ファンから応援の声を受けたことも、声優として活動していく動機となった。関東国際高等学校日本工学院、専門学校演劇俳優化声優コース出身で、ある。かつては在学中に合格した、ベニア25時に所属していたが、事務所廃業により退所。その後、81プロデュースに移籍。 2008年11月1日に81プロデュースを退所し、フリーを経て、同年12月1日に東京俳優生活共同組合に所属したが、2014年7月31日をもって退所。翌8月1日からフリーとなった。2016年8月2日、自身のツイッターで井上マイクとの結婚を報告した。 2020年11月22日に妊娠を発表した。声氏はメゾソプラの釣りとサバイバルゲームプロレスを好む。漫才をはじめとしてお笑い好きである。北京語が得意で中国語検定2級を持っているほか、高校では外国語科の中国語コースに在籍していた。プロフィールの特技の欄にお姫様抱っこをすると記述していたこともあった。 中原舞とは、所属事務所は異なるが、共演する機会が多く、講師ともに親しい関係である。複数のラジオ番組で一緒にレギュラーを務めたり、声優ユニットとして、CD がリリースされたこともあった。笹島カホルとも関係が深く、架空のお笑いコンビ、ラブフェロモンを結成したり、ラジオパーソナリティとして、長らくコンビを組んだりしていた。 ラジオはタイトルを変えて長期にわたって続き、番組終了後もブログ、ラブフェロ交換日記を立ち上げた。新谷良子、川澄彩子、浅野真澄、小清水亜美、上田香菜、千葉佐恵子、伊藤聖栄、門脇舞、石毛沢、生ため瞳、佐々木望松久留美優とも仲が良い。中島伊佐五樹、松久留美優、石毛沢など、 メルヘブンの共演者らとはよく遊びに行っていたという。口述するプロレス参戦から、モデル兼レスラーである赤井咲や舞台で共演した、藤本司とも親交が深まった。B 式軍赤井咲清水愛プロレスファンが講じて、アイスリボンのプロレスサークルに参加。同じサークルには、ユミリ、ユキヒ、マヤ、斉藤ト123も参加していた。 トライアングルリボン・オーザ・フトジマ、メインキャラクターは、インターネット配信、オリジナルアルバムミニアルバムコラボレーションアルバム。ありがとうございます。